に落としましたか。思いのほか手間取りましたな。シドールスタインはいかがしました？現在行方を捜索中です。しかしジャック・クリスタルを押さえたのであれば彼は何もできないでしょう。はい、我がスザクによるオリエンス統一、ここになされり。まだダメ、あともう少し。レム？レムさん？時の歯車は大きな音を立て回転する。そして戻れぬ時を刻む。一つ、二つ、三つ、四つ、時は満ち、始まりの封は切れる。そして世界に雷の小音響かん。つまりこれはクリスタルの意志。9と9の9を迎えして、四季の妻、脈の精神、全てにおいて意味がある。そして始まりの風に切れしてき、全てにおいて意味がある。この日、世界が変わった。突如、空は赤くなり、海は漆黒に塗りつぶされた。そして、見たこともない様式の神殿が現れ、世界はルルサスという敵に埋め尽くされた。スザクでは、院長を含めた各局長とも連絡が取れなくなり、ルシ・シュユやマキナも、行方不明になった。支持系統を失った候補生たちは、世界を凌辱しているルルサスに挑み、殺されていく。院内は混乱の一途を極めた。その中でクラスゼロが行っていたミッションコードクリムゾンの存在が露見し、クラスゼロは不満の吐け口としてスケープゴートとなっていった。フィニスという判決。
スの時が来たんだ。みんなあのルルサスって奴らに殺されるんだよ。落ち着け。みんなの不安を煽るな。うるさい。そもそもお前たちクラスゼロが来てから何もかもおかしくなったんだ。そうさ、何が幻。みんなちょっと前まで僕たちに頼ってたのに、手のひらを返して攻め立てている。ふん、どうせ私らは嫌われ者だよ。私たちはマザーやスザクのミッションをこなしてただけだ。誰かに感情をぶつける理由が欲しいのさ。鬼を飼っていた者がいつしか鬼として追われるようになる。昔からよくある話ですね。一体全体どうなってるの？わけがわかんないよ。落ち着いて状況を整理しましょう。一番の問題は、そうですね、まずはやっぱり あれです。 あの珍しいこともあるもんだ。クイーンもパニクるんだね。そんなことを言ってる場合じゃありません。レムさんが目を覚まさないんですよ。レム、急に倒れてそれっきり起きないなんて。病気だったんだよね。なんで隠してたんだろう。こちらに心配をかけまいとした、そういうことだろう。そうだろうな。隊長の話をしているときはいつも嘘をついているようだった。ほへ、セブン、そういうのわかるんだ。みんなは分かってなかったのか。レムの病気は随分と前からだったらしい。今の医学では治らないとマザーが言っていた。医療科の話でもファントマの弱り具合からもう目覚めないかもしれないと言われました。みんな心機臭いな。もうちょっと前向きに行こうよ。そもそもマキナのやつはどこに消えたんだよ。おい、レムのピンチだったのにしょうがねえやつだったが。マキナのことを私たちが覚えているということはマキナが生きている証拠だ。でもどこにいるってんだ。なんだかクラスゼロがバラバラになっていくみたいですね。暗すぎるって。でもさすがにこの状況はちょっとへこんじゃうよ。いい、暗くしてたってレムは目覚めないしマキナも見つからないよ。そんなに暗くなってるとみんなでどんどん沈んでやがて沈没。明るく振る舞っても同じことだろ。違う違う、前向きになれば前向きな未来が描けるんだよ。いい案も出やすくなるんだって。お、はあ、ジャック。何、生まれて初めてあんたを尊敬したよ。いや、照れるなって褒めてないよねそれ。いじけている暇があったらまずはできることからだな。少し情報を集めよう。封は切られ、
魂の解放はなされた。マザー、今のは？あなたたちはたどり着けるのかしら？え？私が求める刹那の、いえ、虚空の先、涅槃寂静のごとき可能性に。マザー、それって何の話？最後の1ページは自分たちで記しなさい。うん？あなたたちはただの一度も生き方を選んではいないのだから。生き方を選んでいないって？クイーン、あなたならわかるでしょ。アカシャの書ですか？そう、クリスタルの意志、すべての運命を記した書。あなたたちはその書に記された通り、ただ忠実に命令を全うし生きてきただけ。そんなこと。だから最後だけは選びなさい。これは私が最後にあげる人としての自由。そう、あなたたちは人なのよ。人には生まれを選ぶ自由はない。でも人だけがどう生き、どう死ぬかを選ぶことができる。だから選びなさい。そしてアカシャの書に自ら記しなさい。マザー、いつもと感じが違ったね。なんかよ、いつも以上に話が分かんなくて頭がぐちゃぐちゃになりそうだぜ。だいたい俺らが人なのは当たり前じゃねえのか。おい、マザーは選べと言った。私たちは何を選べばいいんだ？局長を見かけた方は速やかに司令室までご連絡ください。